どうもフリーマンこと長谷川です。前回からですね、経済の話っていうのをシリーズで始めたんですけれども、前回はですね、家計簿と国の貸借対照表の違いについて語りました。それでですね、財務省がですね、一般の家庭の家計と同じ尺度で国家経済の話をしているっていうところを詳しく述べましたね。で、今回はですね、何を話すのかというと、国債の話をしようと思います。国債って何なのかっていうところなんですけれども、いわゆる政府の借金と呼ばれるものなんですね。で、日本のメディアはですね、前回述べましたけれども、国債のことをですね、国の借金と言っています。で、問題はですね、この政府の借金なんですけれども、誰が貸しているのかっていうところなんですね。で、この国債なんですけれども、実はですね、我々国民が 90% 以上貸しているんです。こちらの財務省のソースをご覧ください。こちらがですね、今年の6月末に速報で出た国債等の保有者別内訳っていうところなんですけれども、国債のところに注目するとですね、合計1040兆9806億円となっております。で、この内訳を見ているとですね、なかなか面白いんですけれども、日本銀行、銀行、生存保、それから公的年金、年金基金、海外、家計、その他、それから一般政府というふうな項目になっているんですけれども、ここで注目してほしいところはですね、海外は 7.4% というふうになっているんですけれども、それを除くとですね、 90% 以上がですね、日本国民が持っているということになっております。つまりこれどういうことなのかというとですね、家の中で家族にお金を貸しているようなものなんです。ですから、未来のための先行投資をする場合、もっと国債を発行してインフラ、経済、福祉などに投資して、後から税収としてリターンをもらうっていう形にしないとちょっとまずいんじゃないのっていうところもあるんですね。以前自分は出生数に関する動画を出しましたけれども、こういった分野に先行投資をしていかないと、やっぱり20年後30年後にですね、大きな税収増となってリターンが返ってこないし、日本経済が立ち行かないということになってしまいます。で、こういった部分をですね、財務省、メディアが隠しているので、日本経済が景気が悪い状況からなかなか立ち直れないっていうところになってきます。次回なんですけれども、デフレとインフレについて話をいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったとか役に立ったっていう方は、グッドボタン、それからですね、もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。